本日はこの新天下一品京都濃厚鶏白湯ですね、こちらをいただきたいと思います。いや、すごいです。あと新しくなって帰ってきたみたいですね。どんなものかということですけど、中にはお湯を注ぐ前の粉末スープと後入れの液体スープ、後入れの粉末スープ、あ、分かれてるんですねこれ、というのと、まあ、火薬ですね。まずこの火薬と粉末スープを入れてですね、食べていこうかなと思うんですけど、まあ、触れてますんでしょ、結構麺も細めでなかなか美味しそうですね。ノンフライなんでいいんじゃないですかね。これで、で火薬も入れると、で、まあお湯を注ぎますってことで、こちらちょっと4分なんで長めなんですよね、まあ、お湯は少なめでいいのかな、こんなもんか。で、まあ、4分待つんですけど、まあ、こちらも、まあ、後のつの粉末スープっても珍しいですよね。で、やっぱり王道の液体スープってところで、いや、これは期待しちゃいますよね。天下一品ですからね、まあ京都濃厚ですからね、まあ、天下一品だとやっぱドロドロで有名ですからね、まあ、それをカップラーメンでどこまで再現できるかっていうのがその気になるんですよね、これ。まあ、確かにあの粉末スープ先に入れて後入れでも入れるから、まあ、そういう意味だとドロドロ感がアップするんですかね。まあ、新名店の味ってところで、天下一品ですよ本当に。いや、まあノンフライ麺なんで結構美味しいとは思うんですよね。あと成分としては、まあ材料名は麺ですね。で、小麦粉で、植物油脂、食塩、大豆、食物繊維、粉末卵ですね。で、スープはチキン調味料、ポークエキス、鶏油、醤油、食塩、糖類、野菜ペースト、豚油、調整ラードですね、調味油脂と醤油、調味料ですね。で、チキンエキス、油脂加工品、香辛料、大豆加工品、タンパク加水分解物、米粉、ポテトパウダーが入ってるんですね。で、鶏レバーパウダー、鶏レバーパウダーってなったんですね。で、酵母エキス、ゼラチン、植物油脂ですね。なかなかポテトパウダーはあったとしても、鶏レバーパウダーは見ないですね。面白いの入ってますね。で、火薬は、まあ、チャーシュー、メンマ、ネギですね。まあ、このサタリアはオーソドックスなんですけど、やっぱ特筆するのはこの鶏レバーパウダーが何者かってとこですよね。こういうのもあるんですね。まあ、カップ麺に入れるのかっていうか、そもそも鶏レバーパウダーを成分表示で初めて見ましたってとこですよね。まあ、こういうのが秘訣、まあ、やっぱり秘訣なんですかね、やっぱり。天下一品の。まあ確かに濃厚にするのに、そういうふうに、まあ鶏の内臓ですよね。まあレバーなんて普通に食べますけど、それをラーメンに入れるっていうのが面白い発想ですよね。こういうのもなかなか店だと分かんないですからね、何が入ってるか。まあ、鶏レバーが入ってると、まあ鶏が入ってるのは分かるんですけどね、鶏白湯なんで。そこでね、やっぱりレバーも入ってるんですね。いや、面白いですね、こういうのも。で、成分としてはこんなもんで、カロリーとかはどんなもんですかね。カロリーは487キロカロリーで、まあまあありますよね、やっぱり。ドロドロしてるだけあって、そんなにあって、で、塩分が驚異の 8.6 グラムですか。これはちょっと多いんじゃないですかね、 8.6 グラム。いや、すごい量ですね。まあスープが 5.5 なんで、これで1日の塩分賄えるぐらいの量ですよね。いや、すごいですねこれ。というところで、だいたい4分ぐらい取ったんで食べていこうかなと思うんですけど、あ、結構澄んでますねこちら。いい感じで麺とスープが絡んでですよね、まあ、これだけでもなんか食べれそうな感じですよね。まあ、絶対まずいとは思いますけど、やっぱりあのちゃんと全部スープ入れなきゃダメですよね。
なかなか、そっか、これでもなんか面白いですね。で、後入れのこちら、トマトスープですね。ございます。よく混ぜてですね。あ、でもこの時点で結構ドロドロしてますよね、やっぱり。普通のカップ麺でない感じですね、これ。この時点でお湯の量も合ってるもんですよね、これ。やっぱりかなり再現度高いんじゃないですかね。なかなかこの時点でドロドロしないですからね。作り方間違ったんじゃないかと思うぐらいのドロドロっぽいですよね、この時点で。なかなかカップ麺でここまでドロドロするのないですからね。というところで最後の液体スープですね。これでどうなるかですね。これもドロドロしてますね。これは確かにすごいですよ。というところで今回ですね、もうちょっと混ぜてからいただこうかなと思うんですけど、混ざりにくいですね、やっぱりドロドロしてるんで。これはちょっとちゃんと混ぜないと大変なことになりそうですね。味が偏りそうですよ、この時点で。いや、これすごいですね。カップ麺でこれが出るとは、本当に再現度高いんじゃないですか。この時点で見た目だけでもポイント高いっていうか、まあ美味しそうじゃないんですけどね、見た目だけだと。まあでも天下一品っていうのを知ってれば分かりますよね。いや、これカップ麺でここまで再現すると面白いですね。この麺にまとわりつくスープ感ですよね。これはすごい再現度ですよ。やっぱりその粉末スープを分けることによってこういうのができるんですね。確かに2回目に入れた粉末スープの方がドロドロしてますからね。いや、これはすごいな。麺にまとわりついてますからね、スープが。すごいですよ、これ。こんなもんですかね。お湯の量間違ったぐらいな感じの粘りっぷりですよ。でも線のところに入ってるんで間違ってはないはずですからね。というところで、この天下一品の京都濃厚鶏白湯ですね、こちらをいただきたいと思います。いや、本当にこれ濃いですね。これすごいですよ。この再現度がすごいですし、しょっぱいですね、結構。いや、すごいですね、もう。いや、これすごいジャンクな感じですよ、これ。なかなか、これをカップ麺で再現するのがすごいですね、この。面白いですよね。いや、この再現度、たまらないですね。カップ麺でできるもんなんですね、これ。しかも味もほとんど同じですし、麺も遜色ないですよね。卵の卵白ぐらいのあれですよね、粘度があります、これ。やっぱり結構鶏の味が濃厚なんですよね、やっぱりこのドロドロなだけだってですね。やっぱこれをラーメンにしたのがすごいですよ。いや、これは、本当にカップ麺なのかっていうぐらいの食べ物ですね。レベルが違いますね。いや、びっくりですよ、これは。もう、
スープもすごい濃厚ですからね、これ、まあ、このドロドロっぷりがたまらないですね。ということで本日はこの新天下一品こってり一筋京都鶏白湯ですね、濃厚鶏白湯のカップ麺をいただきました。すごい再現度でしたね。以上です。ご視聴ありがとうございました。